こんにちは、速稼塾の久保です。深夜4時、明け方にもまだ遠い時間ですよね。その中で私は一人家の中でカメラに向かって喋ってます。多分カメラがなくても喋ってると思いますね。奇妙ですよね。でもおそらくね、同じようなことをしてる人がたくさんいると思います。例えば俳優さん、声優さん、台本を見ながらね、今日もセリフに思いを込めてると思います。何？そんなことがあるのか、今日は最悪の日だみたいな感じでね、やってると思います。もしくは声優さんじゃなくても俳優さんは、もしかしたらなんか演技のねことを一人でやってるかもしれないですね。夜中、深夜、部屋でやってるかもしれないですね。何回も何回も繰り返してるかもしれません。これなんでなのかなと思ったら、そんなに不思議なことではないんですよ。まあ例えばね、野球選手でもスポーツの選手、ボクシングでもそうなんですけども、試合の時だけしかユニフォーム着てませんか？試合の時しか走らないんでしょうか？じゃないですよね。その例えばボクシングならボクシングで数十分、野球なら野球で2時間3時間の試合のために数千時間を日々費やしてるんじゃないかなと思うんですよ。でその日々費やしてる、一人で黙々してるトレーニングの総決算が試合で出るってことだと思うんですよ。で私たちビジネスをしてる人間にしてもですね、セールスの時だけ動画撮ってるんでしょうか、セールスの時だけアプローチしてるんでしょうか、セールスの時だけ皆さん聞いてくださいってやってるんでしょうか。違いますよね。何にもない時にこそ、むしろ多くの人とコミュニケーションを取るために、多くの人とのコミュニケーションを取るために、誰もいないところでカメラに向かって喋ってるんですよ。何もカメラは語りかけてくれないですよ。なのに自分の一方的なキーワードをどん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 掘り込んでいく。そしてそれがですね、5分であったり20分であったり2時間であったりするわけですよ。もはやどの時間をトークに当てはめるか、これ自由自在です。仮に5時間話せと言われたら5時間話してるでしょ。20時間やれと言われたら20時間やってるでしょ。1分でまとめろと言ったら1分でまとめてるでしょ。できますかね。これ稼ぐスキルですよ。もっと言ったら、人と信頼関係を構築するためのスキルです。でこれがないから稼げないんですよ。これがないから人間関係で下手するんですよ。じゃないですかね、もちろん言葉が全く喋れずに人間関係を構築できる方いるかもしれませんし、全く喋らずに物を売る人いるかもしれません。いやでもね、私たちは特殊な人間ではありません。普通の人なんで、普通の人が普通じゃないレベルまで自分のトークスキル、コミュニケーションスキルを鍛えておけば、特別な結果が出るわけなんですよ。それに尽きると思いますね。普通の人が普通の人をやり続けて、普通の結果しか出ません。もしくは普通以下の結果しか出ません。だからどんどんやる気が失せていくんですよ。私ね、吉田さんね、なんで何もせずに時間を過ごすことに恐怖を感じないかって、私これね、小学校とか中学校の教育に原因があると思うんですよ。強い原因があると思います。例えばね、小学校1年生ぼーっとして何も学ばなくても2年生進めますよね。で小学校6年生自動的にどんなに落ちこぼれていても中学校に進めちゃいますよね。だから自分と同じ学年と似たり寄ったりだっていうふうに錯覚するんですよ。でも内在した力は圧倒的な開きがあります。それが分かるのが、初めて受験というものを多くの方が目の当たりにする高校受験です。高校受験では取り返しのつかない差がついてますよね。で今度18歳高校卒業した頃には、次の進路の時にもうどうしようもないぐらいの開きがあって、もうそれは一生縮まることがないということです。一生縮まることがないんですよ、例えばね、優秀な人がなんか交通事故でもう再起不能にならない限りはもう追いつけないんですよ。いや今からね、今からほとんどの人が毎日この YouTube を更新して喋ってセールスをして、少なくともビジネスのことを、お金のことを1分1秒漏らさず考えている私は吉田さんに追いつこうと思ったら、これは無理ですよ。でそういうプロがいるところに、よし自分もネットビジネスやるぞって飛び込んでくるんで、それはサボってる暇はないと思いますよね。それこそね、今の仕事をダメにしてでも取り組んでこないと、食らいついてこないと、まあ恐ろしいライバルがいるんですよ。1日に動画の更新を100本するのも厭わない人間がいるわけですよ。で10万、50万、100万、120万、150万、200万っていう商品をどんどん繰り出してこれるね、そんなやつがライバルですよ。選ばれますか？どっち選びます？
価格競争します。だったらこっちは20円のもの売りますよ価格競争でももちろん勝てないと思いますよ。高くてもダメ、安くてもダメ。だから自分のスキルを、自分のだけのスキルを身につけていってね、他社が競争できないような、他社が入ってこれないような、そんな自分マーケットを作るしかないと思うんですよね。そして今は多様性の時代であり個人の時代です。当然ですけども、私がカバーしてない、私が興味もないようなジャンルがあります。一生ほとんど絶対に入ることがないだろうってジャンルがあります。そこを構築するの誰ですかってことなんですよ。どんなビジネスのプロでもその道のプロにはならないという道があったら、そこを攻略すればいいんですよね。例えばどうですかね、同性愛の方に対して何かね、コンサルをするとかビジネスを展開していったら、私は多分入らないと思いますよ。興味がないわけじゃないけども、でも優先順位としては低いんですよ。例えば子育て、これは私やるかもしれません。だから子育てについて何かね、商品をリリースするんだったら今のうちですよ。私がやり始めたらこの熱量とこのね、頻度でやりますからね、多分もう他入ってこれないと思うんですよ。しかも私のコンテンツは多くの方と一緒に作ると思いますんでね、そこに参加した方がいいんじゃないかなっていう風になるかもしれません。というふうにね、結局ね、試合もないのにトレーニングしてる人、もう本当一郎気分ですよ。一郎なんて試合が絶対ないのにトレーニングしてますからね。それ別に特別なことじゃないんですよ。明日試合があるからちょっとやろうかなじゃないんですよ。なくてもやってるから、試合がある時に何も困らずにできるんですよね。で、今私はカンフーのね、練習してます。こういう武器も扱ってるんですけども、今こうやって何気なく暮らしてる時に急に有事の事態がこう訪れてね、構えができるのかどうか、攻撃や防御ができるのか、とっさに3秒後にその体勢が取れるのかっていうふうに考えた時に、試合の時しか自分の体が動かない、ウォーミングアップや準備体操しないと型を作れないとなると、これはね、全く武器や防御としての意味がないんですよ。だから寝てる時ですらね、コンマ数秒で反応してこの鍋の蓋でカーンと剣をね、押さえるぐらいのね、そのぐらいの俊敏さがなければいけないですよね。だから日々鍛えてないといけないと。以前ね、億万長者合宿で予告付きでライブ対談しますよと、そこであなたの商品言ってくださいよっていうふうに予告したにもかかわらず、商品売れる人誰もいなかったわけですよ。で、私に言わせればね、いきなりこうやって街を歩いててね、あ、ちょっとセールするタイミングありますよ、どうぞステージにどうぞって言ったら、私、あ、行きます行きますみたいな感じですよねいつでも喋る準備ができている、いつでも商品を紹介するチャンスができている、いつでも多くの人の心をつかむような話し始めができるということがあります。これはね、なんでそれが身につくかっていうと、毎日やってるからなんですよ。365日24時間どこの1時間を切り取っても、私は誰かに何かを語りかけている、その瞬間しかないわけですよね。おそらく吉谷さんもそうでしょう。きっといつもどうやって少ないアクセスで商品を売ろうかなと、どのぐらいの商品を売ってどのぐらいの価格だったら自分の経費が賄えるかなとかね、日々考えてると思います。車検の月には、そしてもうすぐね、車の税金来ますけども、ちょっと多めにお金いるなみたいな感じで、月が始まった時からね、それからセールスが完了した時から、25、26限定でセールスしてると思いますけども、27日になった瞬間に次のセールスに向かってもうね、新しい一歩を踏み出してると思いますし、もっと言ったらですね、今回の25、26の限定セールスがもうすでに次のセールスの呼び水になっている、プロモーションになっているはずなんですよ。そうやってくる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 回っていって、10年後、20年後っていうのを構築していると思います。で、最後になりますけども、私はアフィリエイトでかなり高いレベルで稼ぎました。で、家まで買いました。でもその道からずれてもう一回挑戦しました。投資の世界にも行ってるわけですよ。暗号通貨もやってるんですよ。だから稼ぐセンス、ジャンルがいくら変わろうとも、そのジャンルでも稼げる、不得意分野でも稼げる、とにかくプロならどんな分野でも稼げることが結果なんですよ。苦手分野ですら稼いでいくということですよね。まあプロですからね、それは。このジャンルじゃ私稼げませんってものが一つでもあれば、私はプロとしての、まあ、失格でしょうね、きっとね。その中でも自分の意欲が向くものから順番にやっていきますけども、お題を与えられてね、じゃあこれで稼いでくださいとか言っても何とかできるんじゃないかなと思うんですね。だからね、なんか1泊2日ぐらいでなんかどっかの会場ね、自信がある人が集まって、でその中でね、じゃあこれから YouTube 放送しますと、で誰が一番明日の朝までに売り上げを上げれるでしょうかみたいなレースやってもなかなか面白いんじゃないかなと思うんですよね。まあそんな天下一武道会みたいなことはないですし、
そのためだけにやるってのも非生産的だと思いますので、言っといてやらないですけどね。やっぱり自分の考えてる時間、自分の考えてるペースでしっかりと最大値の売り上げを作っていく、それに尽きると思いますので、わざわざ苦手分野に飛び込んで自分の力を試すみたいなことしないですね。ということでね、ぐちゃぐちゃっと話しましたけども、稼げない人っていうのは稼ぐためのことをしていないにつきますね。準備運動をしていない、試合の時だけなんかやる気になるみたいな感じですよ。何にもない時でも自分で起こしていかないとね。小学校中学校じゃないんで、ほっとけば学年が上がるんじゃないんですよ。売り上げを上げるから次のステージが見える、そのステージで活躍している人と戦えるんですよね。ということでございました。いってらっしゃい。